はい、えー。本日おすすめのウォッチフェイスをご紹介していきたいと思います。えー、こちら、パワーウォッチフェイスと言います。えー、こちらあ、プレミアム版ですね。プレミアム版になると窓が3つ出て、えー、表示があカスタマイズできて変えることができます。で、ここもね、えー、24時間表示と12時間表示に変えることができます。 で、天気予報なんかもね、タップすると天気予報に変わるといったものです。これはプレミアム版ですね。はい。どういったわけか、今日プレミアム版がチェック入れるだけで無料で入れれましたんで、毎日そうなのかどうかはわかりませんけど、 本日は私はできましたので報告したいと思います。無料でプレミアム版が入れれました。ぜひお試しください。もしも違ってたらごめんなさい。そういったわけでプレミアム版ご紹介していきたいと思います。まあフリー版もですね。で、こちらがフリー版です。フリー版はここに窓がありませんね。それとここ。はい、こっち左側はタップするとプレミアム版は 各機能。はい。こういった風に音量の上げ下げと、スタート、ストップですね。えー、こちらとリンクして、えー、音量なんかを切り替えたり、送りができたりできます。それとこれがハートレートですね。それとこれがストップウォッチ。えー、ストップウォッチもこんな感じで、はい。スタート。すぐストップウォッチにリンクできて、独特のデザインで、はい。 ストップして戻れます。で、これが、はい、えー、それぞれの Google フィットとリンクして、えー、今日の、はい、えー、各情報がね、えー、出ますね。はい、こんな感じで。カロリーやら、ステップやら、キロ数ですね。本日はあまり歩いてないんで、はい、えー、こんな感じですけど、はい、そしてここで戻ります。で、真ん中で、でさらにここからメニュー画面が開けると。 いったものですね。はい。これだけのことができます。で、えー、ここはカスタマイズできます。これ距離ですね。真ん中タップすると1週間の距離が出ます。で、えー、ステップ数。ステップをタップすると、ステップが、はい。こういうふうに出るようになります。で、これが、はい。まあ、音楽とか聴くときの再生のコントロールができると。 いったものです。天気予報のところをタップすれば、はい、1週間の、まあ、天気が、傾向が出るといった機能がついております。どうせするならプレミア版がいいですね。えさらに、針の色も変えることができますし、12時間タイムと24時間タイムの切り替えもできます。もちろん、スクリーンタイムの最高で長さは60セコンドに、この 表示が61分表示できます。各10秒ごとを下げることもできますので、えー、非常にこれはね、t i c ク w a t c h Pro に合ってますね。で、大きさ的に、えー、ちょうどいいね、見やすい文字で、これが秒でね、今、オレンジの部分が、こういうふうにスムースセコンドとこう秒セコンドがもちろん変えれますね。 で、ここがスマートフォン側のバッテリー残量。上がウォッチ側のバッテリー残量という風になります。色が変えれますんでね。ちょっとやっていきますね。で、こういった感じですね。今お見せしているのが、はい、スマホ側の、はい、映像です。これですね。で、こんな感じになるといったものです。はい。で、これをダウンロードされますとね。 ここにアイコンができますので、アイコン、これ24時間表示と、はい、えー、これで12時間表示。AM、PM となりますね。はい、こんな感じで、今見えてるのがそうです。で、24時間表示はチェックを入れてもらうと、17時17分というふうに出てきますね。こんな感じです。はい。ちょっと明るめにしました。はい。 じっくりお見せします。非常にかっこいいですよね。私もこれは気に入りましたね。はい。で、これくるくると行くと、カラー。で、針のカラーが変えることができます。こちらがね、えー、長針、こちらが単身だったかな。の、時計の針の色が変えれます。ここ赤ですよね。これを変えてみます。えー、グリーン系の薄いのにしてみますよ。 はい、変わりました。緑系に変わったのがお分かりですかもう一度タップして。はい。グリーン系に変わりましたよね。このパレットと同じ色に変わるといったものです。で、こちらが、調子が変わるといったものになります。調子をこれ赤にしましょうかね。レッド。レッドのとこに持ってきて、まあ、レッドに変えます。はい、えー、変わったのが分かりますかこういうふうに。 全体の、はい。もちろんバッテリー残量のところの色も変わりましたね。はい。こんな感じで変えることができます。最初の色は何だったかなえー、赤と、こちらが赤で、こちらがグリーンだったかなこんな感じだったです。はい。こういう感じに、自分の好みに応じて、こういうふうに変えることができますんでね。 もう本当に人と違った感じのカスタマイズができますんで、えー、これはおすすめのティックウォッチプロにおすすめのウォッチフェイスとなります。で、プレミアム版は、あ、これチェック入れるだけでなりましたね。えー、なんか値段を聞いてこないんでね、怖いくらいありますよね。ここにプレミアムと書いておくときにチェックを入れるだけで、え、プレミアム版になりましたんで、皆さんも本日ね、 えー、無料でできるのかもしれませんので、違ったらごめんなさい。で、Google フィットも連携して、はい。あとは、ここですね。すはい。で、ここが C。で、はい。で、ここが、あの、接し歌で C の方を選んでください。で、ここ、天気予報もね、最初は YR になってるのを一番上、これにしてもらえば、天気予報も正確に GPS と反応して出ますので、 えー、これは最高のパワーウォッチフェイスですね。えー、ティックウォッチには最適、えー、最高のね、えー、デザインバッチリの、はいえー、ウォッチフェイスでおすすめです。えー、本当に無料で、えー、プレミアム版が入れられ,れたんでね。皆さんもぜひ試してみてください。今日はあパワーウォッチフェイスのご紹介でした。針の色も長針短身変えれますので、ぜひ 試してみてください。これはおすすめです。では、またです。さようなら。